相性診断で1日スムージーか鶏胸、せーの、スムージー。鶏胸よ。スムージーやろ、こんなとこで食べんやろ普通。食べるよ。何味がいい？せーの、サラダ。ナポレオンでしょ。サラダでしょ。ナポレオンだよ。これイチゴないやん。何味がいい？せーの、ブリュレ。はい。ちっちゃっ。おいしい。タピオカかプロテインかどっち？せーの、タピオカ。絶対プロテインでしょ。もういいわ。タピオカなんて糖質の塊じゃん。うるさい。タンパク質ないし。うるそ。せーの。占い行こうか。占い？うん、占い行こう。ライスペーパーと、はい、僕はプロテインメインで活動してて、はい、その相性、ライスペーパーとプロテインの相性とかって分かりますか？ライスペーパーとプロテインの相性、はい、あ、なるほどね。そこね、タロットで一応出すことできるんで見ていきましょうか。初めて聞きました、そういうカジルさんもミカさんもどっちも高みに目指すというのが一致してるんですよ。大きな目標に向かって頑張るです。そういうね、パートナー、ビジネスパートナーとして、まずすごいっていうのもあるんですけど。ビジネスパートナー。ビジネスパートナー。